対おもれじわじわ絶対おもれじわじわ絶対おもれじわじわ絶対おもれじわじわしめちょう子供は守れ。お、本当は火事の出てエレベーターに向かってた。急いで追いかけねえと。とはいえあんなことがあった後だ。この先も何があるかわからねえ。ここで準備できることがあればやっておいて体制を整えたいところだな。あ、何それ火事のしろってこと？俺はやってもいいけど。なんか買っていかない？あ、回復アイテムを買えるって。これ買っとくか。これは MP 回復。お金は結構あるんだよね。あ、フネスライト。Z も買う。タウリナーも買っとく。あ、戦闘負の HP 回復。これ欲しいな。まあ、こんだけあれば大丈夫でしょう。行こう。行くぞ。待ってる、待ってる。ほんと。まだ、テントタイマーな。中国人かな。あんた息子っていくつだ。まだ6歳だ。母親は出て行った。シッターをつけている。6歳か。思ったより小さいな。なんで母親いねえの。こんだけ金持ちだったらいいんじゃない。え、ニムシュ、其实您根本不用着急，统帅，因为令郎现在已经不在这个房间里了。那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。マジ？よかった。息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも。そうだ。オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。明明是你背叛在先吧，这种行为可是罪该万死。急にやばいな組織が。24レベル24たち。さあやれやれ。俺らも強いからさ、レベル以上にその防具武器が強いからね。いけちとぜ。もう一回来そうですね。こんだけじゃないでしょう。あ、こんだけかい。はい、レベル27。いいね。叛徒、你把我儿子带去哪儿了？你要对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的，放心啦。混蛋，居然这样和我说话，你怎么敢？えぐい。息子さんはどこに連れて行かれたんだ。わからん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。部下はもう誰が信用できるのか今は判断できない。キリュウさん、このホテルから出た方が良さそうです。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけねえと。ウォントーが仲間になりそうじゃない？警察だ。なんか。ビズビエチョウ、こいつを。いつも裏切り者じゃないよね。今のやつは味方なんじゃねえか？さあな、見分けられん。黙ってる暇はない。 Wang Tou's left the hotel with Kasuga and his crew. They're heading south. 敵だったー。 So make sure you tell the cops they went north. Got it. Over here! Someone just fell out the window! Come quick! I've never seen anything like this! 敵だらけ、スパイだらけだ、ザッ。
もしもし、あ、エイちゃん、春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。春日、これはまずいですね。多すぎるよ敵が。悪い、エイちゃん、後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。警察も。これってどういうこと？グルなの？この先ここで起きること警察は見てなかったって言いたいんだ。くそ、こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。なあ、あんたいくらなんでも人望なさすぎじゃねえか。確かに、一人ぐらい味方いてもいいじゃん。私は騙されていたんだ。まさかこんなことが。騙されすぎだろう。るさい。そこまでだ。大丈夫だ、俺たちなら切り抜けられる。かっこいい。ここが正念場だ、行くぞ。さすがリーダーだね。行くぜ。私の出番ね。おい、ボント、お前も戦えよ。俺たちは強いからな。ボント、どこ行った？強いね。OK。あと4人。息切れ中。千歳も強いね。OK。あと2人。絆追撃いいね。オッケー、倒しました。もっといたと思うんだけど、敵。はい、オッケー。よし、やったね。まだ生きてるよ。危ない、危ないよ、危ないって。いた。この野郎。いた。おい、本当？くそ、ちーちゃん、ハンカチかなんか持ってるか？足を縛って血を止めねえと。うん、待ってて、何かあったと思う。こいつからゆっくり話を聞き出す時間が必要だ。それに誰にも襲われない場所も。それにはどっかで車を手に入れねえと。でもとりあえずこの場離れましょう。おい、一番、ウォンを移動させる。おめも肩貸せ。ちゃんと歩け、ウォン。痛え、めちゃくちゃ痛そう。千歳だけなんか格好変だよね。いや、一番、一旦ここで運を座らせよう。どこ、これ。おい、大丈夫か、ウォン。と気が遠くなってきたよ。お前らが来てから何もかもがおかしくなった。人のせいにすんな。そうか、そりゃ災難だったね。車探してくる。こいつをこれ以上歩かすのは無理だ。そうだな、一派のセーフハウスまで行けば治療できるはずだ。助かります。できるだけ早く戻る。ああ、頼んだ。あいつもオーナーの手下だとは考えないのか。あんたが誰も信用できなくなってるな、わかる。けどトミーは大丈夫だ。まあいい、あいつが裏切らなくても私が死にかけてることに変わりはない。まだ大丈夫そうに見えるぜ。しっかりしろ、あんたには聞きたい話が山ほどある。何だったかな。
あんたが茜さんを探してたな。オーナーから頼まれたからだったな。オーナーの宝物ってのを茜さんが持って逃げている。ああ。何者なんだ、そのオーナーってやつ。オーナーは私が考えていた以上にこの島を根深く譲っていた。私の組織にスパイを送り込み、警察にも、それにバラクーダにも内通者がいる。スパイたちのオーナーへの忠誠心は本物だ。うん、さっきのやつだね。カジノから飛び降りたやつは私の裏切りをオーナーに知らせるために、それだけのために死んでみせた。怖い組織だ。オーナーの正体はな、ブライスだ。やっぱりね。ブライスって、ハワイの教団、パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って嘘だろ。じゃああの人は、なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それだ、なんで茜さんを捕まえようとすんだ。悪そうだもんねこいつ。で、第6章終わり。第7章行くぞ。第7章、美しく燃える森。いいタイトルだな。なんでだ。だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それだ、なんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろ春日、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。え？名前はラニー。このハワイでまさに神に等しい力を振るうブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。何それ。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。始末するだ、こんな小さい子を。よく見えねえな。花輪に渡したら解析移動を上げてくれるんじゃないの。何って言ったら、こんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。待て、まずはブライスがハワイの裏社会を牛耳ってるって話からだ。説明してもらおうか。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃から、すでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。それっていつの話だよ。もう30年前にもなる。だからブライスの支配は
少なく見積もっても30年は続いていることになる。奴は当時からあの見た目だった。30年前で？なら今あいつは何歳なんだ？軽く90は超えてそうだな。話が本当ならとんだ怪物だ。すげえな。当時の私はアメリカ本土への進出という野望があった。その手始めにここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し、私はハワイにおける新たな中華系マフィアの王となった。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。オーナー、ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れたその傲慢な男を当然突っ返したが、それが間違いだった。はん。その後一週間も経たずに私のもとに小包が届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は私のふるさとからだった。段ボールには人間の頭部が入っていた。何？ふるさとに残した私の母だ。マジ？えぐいことするな。私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかをな。それ以降お前はブライスに屈したということか。ああ。だが当然報復の機会を伺っていた。当然だ。肉親を殺されて黙っているほど私は根性なしではない。だから私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。だがさっきの黒服か。お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。はあ。洗脳か。なるほど。ああ。ブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。それはお前たちもさっき見たはずだ。ブライスにとってパレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただ者じゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ？それも分からん。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だがブライスから直接命令が下ることなんて滅多にない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性、その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから私たちは従わざるを得ないのだ。はあ？ドワイトのやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から1000万ドルの仕事が来たとしか。オーナーの存在を明かすわけにはいかないからな。奴の必死の嘘にお前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎意外と役者じゃねえか。それで
滅多にねえブライスからの命令だが、奴にとって茜さんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああ、それさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが、考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご大層な肩書きの大人がわけもわからず子供一人を追いかけ回してますってか。きっと茜さんはこのラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。はあ、そう考えるのが自然だな。うん、本当に悪いやつだったんだな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。え、やば、キリュウさん、めっちゃ力強い。この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。はるかの話じゃないこれ。はるか、その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。ええ、俺も 100% 同感ですよ、キリュウさん。私の息子もバレカナにさらわれてる。このままにはしない。みんなちょっと静かに。誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって。痛えだろう。もう出てきちゃえよ、楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカナの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな、相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみりゃ頑丈のナイフだ。うちを潰す絶好のチャンス、そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。本当を差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。チュッ、勝手言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？
まさか。すげえな、やることが。どうだ、これで明るくなったろ。弾も取れて一石二鳥。くそ、ああ寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞキルさん。トミー早く来いよ。急げ、火の手が早い。よかった、ここなら一息。バレたー。ほら、いたじゃないか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしてもここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ、本気出さないといよいよ死ぬぜ、キルカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。やばい、またやられに来たんか、お前。3人か。あー強いな、なかなか。ザッ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 。いけいけいけ。さあ、あと山一人。一戦強いよな。これなんだ。これやってみよう。おーおおお、なん投げ技だ。絆追撃でジエンド、いやザエンド。オッケー、ジョブランクアップ、レベルもアップしましたね。いいよ。なんか覚えたんだよこれ。アクションスター潜水剣覚えました。やばい、倒れてねえ。寒いな。大丈夫ですか、キルさん。だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。せかいてる。本当はここに置いてかない。私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。むちゃくちゃ言うわ。そんな山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。来た、避けろみんな。来た、早く乗れ。よし、低下してくれ。ほら、あー、殴ってる場合じゃねえぞ。運転はお前がやる、ちとせ。はい、ちとせが。やばい、気流やばい、気流がやばい。吐血したよ。道島の竜がなんてざまだ。やばいやばい、助けろ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら、アカネさんたちを誰が守る。しとせ、車出せ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キリュウさん、キリュウさん。嘘、春日にも逃げられて残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。
じわ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